はい、どうもハーくんです。まあお久しぶりですね。まあ今仕事がやっぱ忙しくて、まあ今日なんかもね、今日はずっとまあお店にいたんで、すいません、お店にいたんですけども、まああの、はい、まああの、なんていうんですかね、ちょっとあの咳がひどいもんで、ちょっとセブンスターが今吸えなくてですね、出勤中にあダメだと思ってタバコ買ってきますって言って、メンソールの買いました。ピアニッシモのビブメンソールですね。うん、じゃこれを今日は紹介したいと思います。まあこんな感じですね。水玉で可愛い感じ。まあ新しいっちゃ新しいタバコだと思います。はい、タバコはこんな感じで、まあこれあのカプセルが入ってますね。で普通フィルターの中に挟まってるんですけど、これはフィルターとフィルターの間に空洞があります。シャカシャカ鳴るんですね。ダメだ改良したのか。まあいいや、まあ、白いフィルターに白い巻き紙です。匂いはですね、まあちょっと歯磨き粉っぽいような匂いがします。じゃあ早速吸っていきます。まあね、もう一回気を取り直して吸っていきます。まあまあ今カプセル潰さない状態で吸ってます。はい、こちらタールが6ミリのニコチンが 0.5、 20本で440円のタバコです。まあメンソールですね、普通に。うん、まああの普通に吸って思ったのは、まあ潰さない状態で、まあまあピアニッシモ独特の甘い香りプラスアルファに、まああのひんやりとしたメンソール感があるな。でメンソールは決して弱くないですね。でこうあの 青い糸が入ってます、あのメンソールの。最近多いですね、青い糸入ったやつ。これほんとメソール潰さない状態でも十分強いと思いますね。でまあ甘みもあるし吸いやすいと思います。はい、うん、まああのタバコ初心者には吸い始めの方、うん、女性の方にはね、きつくもないし、メソール感もいいですし、香りもいいですしね、吸いやすいなと思います。はい、皆さんね、復活して日にち経ってしまって申し訳ございません。はい、社員旅行があったりとかして忙しかったんですね。まあ社員旅行も本当楽しんできて帰ってきて、そのまま今日仕事だったんですけど、本当にきつかったっすね。はい、まあ本当に楽しかったっすね。楽しい時間ってのはすぐ過ぎるな思いましたね。半分くらいまで来たんでカプセル潰します。まあこれはなんかタバコの口の中に残る匂いが潰すと残らないっていうか、薄くなるっていうか、そういうキャッチフレーズやってますね。で潰すとですね、まあマルボロのアイスブラストとかラークのミントスプラッシュとかのミントの味とはちょっと別で、ちょっとライムが入ったような爽やかな感じのミントの味がしますね。ライムなのかなんか分かんないですけど、うん、結構爽やかなちょっとフルーツの香りプラスアルファにミントの味が、ミンティアとかにありそうな味ですね。はい、本当に美味しいと思います、このタバコは。うん、自分男なんですけどピアニッシモのタバコは結構好きですね。はい、普通に美味しいですね。で煙の量はさほど多くないかなと思います。はい、
まあタバコもこんなもんなってきたんで、あと一口吸って捨てます。今回やったのはピアニッシモのビブメンソールでした。次回はですね、何やろうかな、コメントの返信かなんかをやりたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。